今もう日本では僕ら2人しかいないです。え、2人だけ？視聴者のメッセージを頼りに取材をしてみると、驚きの事実や選手たちの強さの理由が判明しました。2人の高校生はこちらの道場で稽古に励んでいるそうです。一体どんな選手なんでしょうか。今回の主役は中津東高校2年の高丸陸選手と、中津北高校1年の大新田さくら選手。大分県テコンドー協会の中津支部に所属する2人は週に4回ほど稽古に励んでいます。力強く速い多彩な蹴り技がとても見どころだと思います。そもそもテコンドーは韓国発祥の武道で、競技人口は世界でおよそ4000万人、オリンピック種目にも採用されています。技の多彩さが特徴で、その数なんとおよそ3200種類。特に組手での破壊力のある足技が魅力で、足のボクシングとも言われています。最後の1秒まで勝敗がどうなるかがわからないところがとても魅力だと思います。お兄さんやいとこがきっかけとなって競技を始めたという高丸選手と大新田選手。最初は緊張したんですけど、試合の前舞台に立った時に、なんか勝ちたいっていう気持ちが大きくて頑張ることができました。そう語る2人、昨年度はなんと全国大会での優勝にとどまらず、アジア大会や世界大会にも日本代表として出場、メダルも獲得する活躍を見せました。入賞したりすることで自分の実力が世界にも通用するんだなっていうのを実感しました。世界の舞台での確かな手応えを感じている2人は、先日全日本テコンドー協会が発表した強化指定選手の S ランクに選出。 S ランクってどれくらいすごいことなんですか。もう今では日本では僕ら2人しかいません。え、高丸選手と大新田選手の2人だけ。これまでの実績に基づいて将来有望な人材が選ばれる全日本の強化指定選手。今年度ジュニアの組手の部門では A ランクに全国の15人が指定されましたが、 S ランクに選ばれたのは高丸選手と大新田選手の2人だけなんです。いやー、なんかすごい強い道場なんだなっていうふうには。そんな世界の足技体感しないわけにはいきません。高丸選手には骨盤の柔らかさを生かした連続の足技を、大新田選手には破壊力がある正面蹴りを見せてもらいます。うわぁ怖い。3、2、1。貫通した、貫通。胸が痛い。ここまで2人が強くなれたわけ、それは数々のオリンピアンを育成しタイ代表のコーチ経験も持つキム・ジウさんの存在。毎日毎日新しい練習メニューをもう一から考えてくださって、自分たちのことを考えて練習メニューを組んでくださるので、やっぱりなんかこの大会で何を準備していいかちゃんと思って、これを努力、練習の時本当にすごいな、努力が一番いいじゃないかと思います。心強い指導者からの教えを仰ぎ、これから世界でのさらなる飛躍を誓う高丸選手と大新田選手。目標はもちろんあの大舞台です。オリンピック目指して頑張るぞ。